よし。スーパーに買い物行ったら、ほうじ茶と栗とゆきの大好きな組み合わせやったので、ちょっと買っちゃいました。4切れ中、今日だけ、ん？今日だけじゃない、今日は2切れだけ食べる。よし、やることやっちゃおう。ちょっとアングルやばくてすみません。今日は持ち物ちょっと多くって、今っていうか今月から、東京駅から、あ、くしゃみ出そう。東京駅から徒歩5分にある八重洲のハブっていうところでバイトさせてもらってて、今セレッソ応援店舗になってんねんけど、ファンスタさんとの関係で。え、のど飴出てきた。アルバイトとか社員さんでもセレッソのサポーターさんがおらんかったらしくって、いなかったらしいんよ。でそれでユキがえ、待って、なんかめっちゃ汚いゴミいっぱい出てきた。そう、それでなんかそのユキが初めてらしくって、サポーターのアルバイトっていうのが。ほんでそんなにセレッソ応援店舗っていうこともあって、お店をもっと盛り上げたいから、この間アルバイト盛り上げたいから、勉強がてらに今度ユキと一緒に行きたいって言ってくれはって、なんかすごいそれが嬉しくってさ、こんなユキでよかったら全然一緒に行きましょうってなって、なんか今日は3人で、可愛い社員さんと2人じゃない3人で行くんです。あれ、かけるのマークどこやったユキ。え、マジで可愛くないですか、このスウェット。こんな感じ。お尻も隠れるのかな。おとつい2日前か、ちょっと妹からオロビラス食らって、オロビラス食らってて言い方かわいそうな、ちょっと理由あっていろいろで、滋賀と京都に帰っててんけど、この間日帰りで、たまたま市場のユニクロ行ったら、ライフエアのスウェットまだ残っててさ、すごい欲しかったんよこれ。でもさすがにもう販売から結構日経ってたから、もう売り切れてるやろうと思ってダメ元で入ったら、 L サイズと XL が1点ずつかな残ってて、ラッキーって感じで。タンタンタタンタンタララン、タンタンタタンタンタララン、タンタンタラで、ユニフォームは一応4枚持って行って、好きなの選んでもらおうかな。あ、布団取り入れなあかん。布団はできるだけ毎日外に出して風を通させたい。え、ほんまに久々のセレッソで、なんかワクワクっていうよりも全然今日が試合っていうのが実感なくって、17時から で自由席なんで並べたらなと思って。左側の通路をご利用ください。あ、ワンちゃんお店のドゾーン映りますよ。こんなとこに映ってて、いやいや、なんか入場シーンもちょこっと撮られるんですよ。言ってたと思うんですけど、さすがに前の方行きすぎるとガチ勢の人らであれなんで、でもどうしようかな、どうしようかな、場所、どこら辺で見たいとかあります、なんかどうしようかな。
やったー、いただきます。おいしそう、わさびです。めっちゃいい匂い。セレッソのスタメンはこちらです。今季フォワードのポジション争いがすごいなって旗から見てて思うんですけど、中でも上条選手は違う強みを持っていて、最後までよく走って守備をするし、攻撃の時は自分で最後まで打ち切るんです。で、アップのシュート練習で一番怖いのは圧倒的に上条選手だと思ってます。なのでよければ試合外のそんなところにも注目していただけたらなと思います。はい、FC 東京のスタメンはこちらです。ちょっと戦術とはまた別の話なんですけど、個人的に注目したいなと思ってるのは渡辺龍馬選手です。超個人的な話なんですけど、彼の YouTube が私すごく好きで、あとは前橋育英の同級生鈴木徳馬選手とかもセレッソには在籍しているので、マッチアップとかはないけど、結果っていうところでセレッソには必ず勝ってほしいなと思ってます。Thank you.
数年確かなかったはずなんです。勝ち負けか引き分けばっかりで。今最寄りのスーパー来てさ、ちょっともうなんかこのなる不完全燃焼の気持ちをどうやったら解消できるかなって考えているんですけど、あのラーメンを作るか、カップ麺を買ってお湯沸かして3分で完成させるか、どっちにしよう。そもそもこんな時間にラーメン食べて許される？今日はいい。でもな、試合がある日って今日はいい今日はいいの連続やね。マジで私立もなんよ。ラーメン、半額やん。半額になってる。今この時間にラーメン食べたら絶対1ヶ月後の雪は今日の雪に起こる。やめとこかな。今日は空腹我慢しようかな。待って、やばい、富山ブラックある。富山ブラックすごい好きなんよ。やばか、今日は。やばい、スガキ屋のラーメンもある。やばい、ちょっといくら247円。ちょっと贅沢品だな。200円。よし帰ろう。待って、カロリーだっけ。カロリーそんな高くないじゃん。しかもちょっと待って、食べていい今日から。いやでも高い。我慢する。これ絶対今買うべきものじゃないのに運命の出会いしてしまった。マグリカフェロって低カロリーやって。しかもあと低カロリーなんてどこにも書いてへん。なんかちょっと疲れすぎて、今自転車庫でして、家帰ったらすぐ風呂入りたいなと思って、ちょっとここで乾燥。なんかなんだろう、乾燥なくって今日はなんだろう、そのお世話になってる先輩2人がセレッソ初めて見に行きたいって言ってくれて、なんかすごい嬉しくって、それが。こんなユキと一緒に行きたいって言ってくれる人がいるってことがまずすごく嬉しくって。で、一緒に初めてのサッカー観戦
音もさせてもらって、なんかまずスタグルって何っていうところから始まったなってユキも当時思ってさ、今となってはスタグルスタグルって言うけど、なんか審判に壊された試合でしたとはまとめられへんくって、でもその前の3人ワントップで後ろ2枚の3人がすごいプレスかけるてくるし、後ろの最終ラインがキーパーに全然バックパス出さないんだよね東京。だからセレッソもなんだろう、詰めて詰めてっていうことが全然できてなかったし、まあいろいろアクシデントもありすぎて、まあ、予期せぬ交代枠の使い方とかもあったやろうし、で結果0-4になってしまったけど、4-0か、4-0になってしまったけど、なんかそれでもさ、今日初めて来てくださった2人が楽しかった、また来たいって言ってくれはって、すごい負けたけど、なんか雰囲気このゴール裏が怖くないところっていうのを分かってもらえただけでもよかったのかなって、ほんまは勝ち試合を見せたかってんけど、それでも楽しかったって言ってもらえたのでよかったかなと、任務達成じゃないけど勝ちたかったけど、ほんまは、まあ、こうやってサポーターが1人でも2人でも増えたら嬉しいよね、ほんとね。なんかね、ルヴァン勝ちたいねなんかうまいこと感想出てこへん。でも最後4点目入れられた後さ、ゴールがほんまにお葬式状態になってて、ああこれどうしようと思ってしまって、ユキもなんか何もできひんくって、でそこで浜田さんがうまいことゴール裏に声かけてくれはって、それ多分動画載せると思うんやけど、なんかそこでゴール裏がの息が吹き返ったし、あセレッソのゴール裏なんだろう、セレッソのコールリーダーが浜田さんでよかったなってちょっと今日は思った日でした。うん、よし帰ろう。うまい、今日はなんかうまい言葉出てこやん。ほんまにすごい疲れた。久々のゴール裏で飛び跳ねて声出しワンやったし、まあ22日勝とう、絶対勝ちたいよ。よし帰ろうかな。ごめんなさい、許して、今日だけは。じゃじゃじゃん、見えるかな、じゃ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 ん。あとちょっとやることやって、1時半には寝たいな。はい、やることいろいろやってたらこんな時間です。もう2時半前なので、明日は7時に起きなあかんので、もう寝ます。今回の動画最後まで見てくださった方ありがとうございました。ありがとうございました。また、やばい、更新出る。また動画見てくださると嬉しいです。おやすみなさい。